こんにちは、吉田さん。守るべきものがあってもなくても、関係ないといえば関係ないですね。守るべき家族があっても、破綻していく人は破綻していきますしね。要するに、家族を守るよりも、大変な思いしたくないっていうことで、結局は離脱してしまうってことじゃないですかね。そもそもその、家族を守っていくことってそんなに難しくはないんじゃないかなと思うんですよ。それこそね、全てのことに差し違えるつもりで言ったらね。で、振り返ってみると、幼い頃から人生過ごしてきてね、まずはその学校に行って勉強するわけですよね。その勉強で大抵の人は勝てないわけですよ。ナンバーワンになれないんですよね。ナンバーワンっていうのは一人しかいないんで、結局1位を取らなかった人はその他大勢になっちゃうんですよ。で、2番と B って一緒ですからね。だから1番以外は評価されないわけですよ。で、勉強ダメだなと思ってたら、スポーツはどうなんかなと思ったら、スポーツも大抵、やってはいたけども特にね、花を開かずに終わってしまうんですよね。もちろん大切な思いはできただろうけど、大切な思いではじゃあ社会的に評価されるほどのことをしたかとかね、インターハイで優勝したかとか甲子園に出たか、そういうのはないわけですよ。じゃあ一体何やってきたのって話で、じゃあもう一回仕切り直して用意どんできるのが社会に出てから仕事の場所ですよね。でも結局あんまりほとんどの人は光らないんですよ。例えばとてつもないね、契約件数を上げたっていう風な営業にいるとか、業務改善をした総務の人とか、会計でね、とっても会社に利益貢献したとか、節税をしたとかね、なんかこう人並みなんですよね。結局は多くの人はもしくは人並み以下で、でも鼻っ柱だけ強くなるんですよ。10年やってきたから、20年やってきたから、自分にはこの特技があるからって思っちゃうんですけども、客観的に見るとほとんど特技ではないんですよね。だから多くの人が求めるところに同じレースとして参加すれば、どんなにね、例えば宅建の資格を持ってますって言っても、宅建資格持ってる人山ほどいるわけですよ。結局は価格闘争になっちゃうし、なんかね、芸術的なセンスを持った人がいても、音楽楽器の演奏がすごいよと、音大出たよって言っても、じゃあ音大出て日の目見ない人って山ほどいるわけですよ。私も音楽系のね、サークルにいて、大学の時先輩方はみんな音楽関係の仕事に行ったんですけども、何やってるかって言ったら楽器店の営業とか、あと運送とかね、それからなんか人も知らないようなコンサートの、どさまりのコンサートの音響をねやってるとかね、 PA やってるとかね、本当にね、なんかこう涙ぐましいっていうか。それからやっぱりこうヒノキ舞台に立った人もそんなにチャンスがあちこちあるかって言ったらなくって、じゃあインターハイ、トップ3になりましたみたいなね、表彰されました、県大会優勝ですみたいな人も、今何やってるかって言ったら、別に居酒屋の従業員とかね、居酒屋の従業員が悪いわけではないんですけども、その頃使った特徴を生かしきれないわけですよね。で、反面40過ぎてパソコン始めた、なんか麻雀ってのよくわかんないやつがこんな暮らししてるみたいなことがあるわけですよ。だからなんていうんですかね、語弊がある言い方になるかもしれないですけども、結構のんびりなんですよ、ほとんどの人が。だから私はチャンスがあると思うんですよ。誰でもみんなのんびり生きてますよ、本当。よくわかってないと、本当ピンチで尻に火がついてることに危機感を覚えてないっていうかね。私から見るとそんなのんびりする日もあんのかなと思うんですけど、のんびりしてるんですよ。止まらないんですよね、これが。だからもう日に日に差がついていって、なんか自分ばっかり状況が良くなるみたいな感じで、だからおせっかいながらもいい方法があるんだよとかね、もっともっと取り組んでいこうとか、気づいていこうと、手をかけていこう、足を動かしていこうっていうふうにおせっかいながら申し上げるんですけども、ついてくる人はほとんどいないんですよ。要するに抜け道が分からないからやらないのかなと思ったんですけども、抜け道が分かっていてもやらないんですよ。何になりたいのかなと。それこそね、結局は誰かがどうにかしてくれるっていうところがあるのか、しょうもないといえばしょうもないんですけどね。ただこう頑張りたいけど頑張れない状況の人もいるんですよね。じゃあどうするってことなんですよ。私には思いつかないけども、自分の身に置き換えて、やべえぞこのままって思ったら、何か見つかるか、もしくは見つけ出すと思うんですけどね。見つけ始めるっていうか、探し始めるっていうかね。その姿もなかなか見られないかなと。
だからね、ある意味こう自由な暮らしを得ている私とか吉谷さんがまだこれだけの量をやってるわけなんですよ。でもお金とか時間に困ってる人はここまでやらないんですよね。どこにたどり着くんだろうと思っちゃいますよね。相当な才能や才覚があって素養に恵まれている人ならやらなくてもいいのかもしれませんけども、私はね、まあ、ある意味そのそうじゃないなと自分に思ってるんで、あ、そうそう、これね、前も言いましたけども、なんか才能か努力かって話になってね、いや私には何の才能もないですと、ただやり続けていったらこうなったんです、本当皆さんのおかげですみたいなストーリーがあるんですけども、才能か努力っていう時にどっちが高慢に見えるかっていうので、才能、私は才能があったんでうまくいきましたっていうのが高慢に見えるんですけど、私ね全然逆なんですよ。私はね、努力っていうほどのことはしなかったけども、生まれ持った才能があったんで本当先祖には感謝ですよと、いや私が何かやったわけじゃないんだけども、なんかうまくいくんですよと、なんか疲れない体持ってるんですよと、なんかちょなんかね受けるんですよみたいなね、いや私努力してないんですけどね、なんか生まれ持った才能ですかねこれみたいなね、したらこういう風に言ったらなんかいやらしいじゃないですか、 なぜか。でも才能があったから自分では自分のこと何もしてませんって言った方がなんか謙虚な気がするんですよ。なんか成功者って私には成功何、才能なんてありませんと、何もなかったんだけども頑張ったらこうなりましたって言ったら、お前自分一人の努力でやったっていうことかみたいなね、逆に映るんですけどね、私はどうしても。でも言葉にすると自分でも思うんですけども、いや私は才能があったんでうまくいきましたって言ったらなんかね鼻につくんですよね。じゃあなんか私は努力で自分の力でやってきましたって言った方が謙虚なのかなと思ったら、どうしてもそうも思えないんですけども、どうなんでしょうか吉谷さん。まあ、ちなみにね、その守るべきものがあるとかないとかって話ですけども、吉田さんが以前こう言ったでしょ、どっちかというとあの気持ちに強いですよ。それ何かっていうと、 BMW もう1台買ってあの毎月5万のローン組むじゃないですか。で今の暮らしにプラス5万の負荷をかけたって言いましたよね。プラス5万ぐらいやっていけるだろう俺みたいな、ね、思ったわけじゃないですか。あれと同じで、例えばね、まあ、家族できましたとかね、子供生まれました2人目ですとか言って、いやこのぐらい俺負荷かけても大丈夫だろみたいな感じで、やっぱ自分にエールを送ってるっていう意味ですかね。それをかっこよく言うから家族を守るためにとか言うんですけども、まあそれもあるんだけども、いやこのぐらいではくじけないぞっていうね、なんか自分に対するあれじゃないですか、叱咤激励じゃないですかね。でまあなんといってもね、あの昭和30年代40年代にお生まれになった、いわゆる、その高度経済成長の世代の方はサラリーマンの発給でですね、薄い給料で、当時のやっぱりね、子供2人3人育ててましたからね。いやそれと比べると、その数倍からね、十数倍の月収のある人が家族抱えて困ってるってどうすると思っちゃいますけどね。でもなんかね、あれですね、何をどうすればいいんですかね。なんか自分の方法論を広めていっても他者には及びもつかないこともあるでしょうしね。まあでも本当人生は一回きりで後戻りもできないし取り返しがつかないんで、しまった、10年前にやっとけばよかったなっていうふうに振り返るようなことにはならないようにしたいなと思いますね。今ね、58歳になった時の自分が10年前48歳の自分に感謝するようなね、そういう日々の送り方をしたいなということでまとめさせていただきました。守る者がいないって書いてますね、タイトルね、うん、守る者がいない、うん、そうですね、なんだろうね、まあ、あまりそこまで考えてないですね。言葉としては出るんですけども、守るべきもののためにやるっていうのは言葉として出るんですけども、普段は本能のままに生きてますね。なんかね、この豊かな暮らしを 手放したくないとか、金銭的に困りたくないとかね、そんな感じですかね。時間の拘束を受けたくないとか、意にそぐわないことに金のために従いたくないっていうかね、まあ、だからやってるような感じじゃないですかね。あんまり考えてないですよね、だから本能のままですね。なんかぽやーんと、あ、そんなこと言いましたっけみたいな感じですよね。そこまで深く考えてないから、やっぱりね、本能のままにでいきましょう、これ。